あなたが30になる頃、私はこの世界に生まれた。そんなに遠くない未来、あなたは60になる。その頃私は30に。知らないうちに流れた時間、あなたの髪に増えた白髪。デリカシーがなくてたまにイラッとする時もあるけど、でもやっぱり似てるところも多いみたい。ジムキャリーの出る映画が好きなところ、おろしそばが好きなところ、似てるってよりあなたの影響かもね。